達夫九子とは中国の伝説上の生物で竜が生んだ九匹の子を指す。それぞれ姿形も性格も異なっている。おのおのの性格に合わせた場所でおのおのの活躍を見せるが親である竜になることはできなかったという。これを達夫九子不なり竜という。また、兄弟でも性格が違うことを指してこの言葉を用いることもある。達夫九子という言葉は 古くからあったが、産んだ子が、どのようなものだったのかはずっと語られなかった。民の時代になり様々な書物に記載されるようになったが、記載されている書物によって、名前、順序が異なる。昭安外衆と、天禄式世の説によれば、次の九匹。悲劇噴火場の老、唐鉄、外マナジリ芸妓小釣り東洋が表した、懐六道集の説によれば、次の九匹。 周氏が今なじり、長風かばのろう、芸カ、吹き、ひいきふん、四ふ中には、キ麒麟、首、朝、あまねく、気球を竜の子にした説もある。ありがとうございます。